農業をなさっている方々なので、冬の暇な時期に皆さんで、ここの抹茶市場に、集まって、そして作っております。みんなで作った方々で持ち寄って作品展を年に1回やってます。濃く入れるとちょっと色付けが楽しくない。こんな感じでね、丸めてこういう涙型、はい、この伸ばし棒で持ってピッと押して、ボンドをつけるんです。ここにボンドをつけて、だいたいアジサイの場合は、一輪のアジサイが50個から50個、ね、52、3個が一輪のアジサイになるんです、差し込んで乾燥させ、それから色付けするんです。これを全部こういうふうにまとめて、まあ3本ぐらいずつまず一つにまとめて、そしてそれをなおさらまた一つにまとめていく。咲いたのと半開きとかつぼみとかそれぞれ組み合わせながら、小さいものはやりやすいんだけど、大きいものは結構広げるのに難しいし、この操作も大変になってくるんで、それを慣れる、もうこのアジサイとかスイートピーとか、アジサイも一輪じゃなく最低3輪ぐらい作るとね、大体慣れてきます。そんなにすぐ、慣れます。で、1輪作るのに 50回もこの棒を回して、それを3輪作ったら慣れますよ。で、指先を使うし、考えるし、この花どうなってんだろうなとかね、観察力も、出てくるし、私はいいことだなと思って楽しんでます。秋に向けて見物とかね、皆さんフルーツやりたいっていう声が、何人かいるんで、作りましょうねとか言って水もやることないし、何年もこのままの状態で持つんです。7年、8年、何年も持ちます。もし色が飛んでしまったら、また色塗れば元の好みの色に塗り替えられますし、今月31日まで抹茶市場でパンフラワー展示しておりますので、皆様見に来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。